俺の看板 AWM、アイドモスコリです。今回ですね、まあ、さっき動画を上げたと思うんですけど、改めて、進撃の巨人コラボを期待で、まあ、ガチャの方とか回していきながら、イベントの方とかも見ていこうかなというふうに思います。それでやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、とりあえずイベントの方から見ていきましょうか。まずまあミッションね、達成することによって、まあアイテムの方をもらえますよっていうイベントですね。まあよくありますよね、この手のイベント。とりあえずまあアイテム集めて、フレンドともアイテム交換してみたいな感じのイベントですね。はい。と、まあ、普通にログインボーナスの方があるっていう。普通にパラシュートかっこいいね、これね。で、あとはチャージ還元の方ね、こちらも来ているという風になってます。先チャージしとこう。これさ、毎日チャージになってるけど、毎日3280金券を、だいたいまあ、1週間の間、ずっとしなさいって感じなんですか、これ。えぐくない深えめにえぐくないか。どこで止めるのがでもこれうまいんだろうね。60止めても栄光勲章2つだからね。意外とこれそんな上手くない説あるくないか、これに関しちゃ、今回。いや、これあんま上手くないよね。300止めも還元分そんなあるわけでもないし、60止めもそんな上手いわけでもないしね。いや、これ、ワンチャンスルーでもいい感じのチャージかもしれないね。まあ、現状その、あれなんですよね。あ、チャージセンターとかのね、あの、チャージイベントがあったりするんで、まあ、それ活用するんだったら、まあ、プラスでこれ使ってもいいかなって感じですけどね。電動チケットのね、還元がそんなあるわけじゃないんで、ぶっちゃけスルーでもいいかもしれないですね。このチャージイベントは。まあ、このチャージイベントとの兼ね合いで使っていくのが、まあ、いいのかなと思います。今、チャージしようもめんどくせえし。OK です。チャージしてまいりました。こちらの方ですね。はい。まあ、とりあえず、受け取って、先、開けましょうかね。まあ、途中でどっかで止めるのがいいんでしょうけれど、途中で、安価で止めても、ぶっちゃけそんな、うまい感じの内容ではないっていうのが、本音ですね。あとで開けようもいいや。あとはパックの方ですね。はい、あるっていう。これ、パック爆死した人多いんで、僕あんま、今回はおすすめできませんね。あと、ライブの方もあるっていうのが、今日もライブ来ますんで、今日のね、夜8時の方から、これ入っとかんときですね。ライブ中、音楽ゲームの評価で A を獲得。あ、またなんか、乃木坂みたいなことするんだね。ライブ中、ボスへのダメージが。あ、じゃあ、乃木坂のイベントプラス、この間の進撃のイベントみたいなするんだね。なるほどね。なんかこれ、交換できるの。あ、でもそんなぶっちゃけ交換できるもの美味しくないね。栄光勲章のかけらぐらい。あとは別にもうそんないらないよっていう内容。マジでいらんや。微妙。ライブ特典さ、これだけですとか言われたら、俺やる気ないよ。普通に。これだけって言われたら、この間みたいにさ、ガチャが降ってくるとかないんだったら、いらないね、これ。あとね、城壁防衛戦のね、イベントの方も来てますね。これさ、まあちょっと後で解説しよう。ちょっと分かりづらいんですよ。ちょっとね、集結イベントの方ね、これが来てるっていう風になってますね。もうちょっとツイートしとこう。これなんかツイートできないっていう人は、あれっすね。これ全部、コピールじゃないですか。コピーって自分でツイッター開いてツイートしたらいけるんで。してみてください。そんな感じですね。先にちょっと集結する前にあれしよう。城壁防衛戦ね、一覧にないんですよ。ここに。一覧にね。ねえなーっていう風に思ってる人多いと思うんですが。右側にあるんで、こんな感じで、城壁防衛戦の方ですね。だいぶ後ろの方に、ね、出てるっていう具合になってるんで、まあ、それ皆さん覚えておくといいと思います。これ前回のスキル全部リセットされてるんだ。めんどくせえな。最初からこれ選択権だ。あと今回のこの集結あれなんだ。10月1日より前にログインしたプレイヤーでプレイヤーを招待するか、新規アカウントを招待することによって、さらにもらえるガチャ増えるとか、そういうシステムなんですね。なるほどな。5人分招待すればいけるみたいなんで、自分でちょっと初期アカウント作ってですね、試していきましょうかね。はい。OK で、とりあえず今ね、自分で1キャラだけ初期アカウントで、まあ、自分でその共有したリンクを自分で押して入ってみたんですけれど、ちゃんとその SNS とか分けなくても、今1カウントされてるでしょ。単純にその初期アカ作って、自分でそのリンク自演で押せば、それだけでいいみたいなんで、まあ、皆さんもそれしとくといいと思います。それでいけるんだったら、だいぶ楽っすね。あと自分のリンク押していただいた方、ありがとうございました。OK です。まあ、自分で初期アカウント作ってですね、まあ、こうやって全部埋めときました。今回まあ、これでできるんで結構楽っすね。はい。とりあえずこのガチャ受け取って、開ける前に、さっきチャージ特典で受け取ったガチャの方を開けときますかね。はい。先にこっち開けんと、こっちも制限かかりそうで、怖いんで開けます。まあ、まるでなんか、あれですよね。集結に制限があるような言い回しですけれど。まあ、ある可能性高いんだよな。とりあえずこっち受け取っておきましょうか。別々で開けよっか、これ。ね。まず5個の方から取って、開けようかな、というふうに思います。あ、4個か。ね。出るんかな、これ。金幕。今回でもなんか、あれ聞きましたよ。やたら、あれが出るっていう風に。なんか、ストラップがね、やたら出るっていう。確定ストラップじゃないっていう風に言われてますけれど。じゃあ、10個のやつも開けまーす。確定ストラップっすね。ストラップ確定ですね。出る場所も一緒ですね。まあ、知ってるんで、今更ですけれど。まあ、勲章もらえるだけでいいんかなっていう、正直。栄光勲章ね、いくつかもらえるんで。まあ、そこだけでまあ、美味しいのかなっていう風には思いますから。まあ、いいっちゃいいんですけどね。スキンの方とかもちょっと見ていきましょうかね。はい。今回ね、ガチャ2つ実装されてます。ダイヤガチャの方と、金券のガチャの方ですね。先に今、ダイヤガチャの方から見ていきましょうかね。まあ、内容は一緒ですね。まあ、別にそのバイクとか揃ってる人は、目立って回す必要ないですよって内容です。な感じ？別になんかすごい
ごいいいものが入ってるわけではないですね。で、あと、こちらでですね、進撃の、金券の方のガチャですね。10連特典とお得パックがあります。まあ、今回は僕10連特典で回しますからね。まあ結構でも今回ね、これセランだったんですけれど、クーペもちゃんと入ってるんで、まあクーペ持ってない人とかはワンチャンそれ狙って回してみてもいい感じの内容ですね。あとリヴァイの方とかもあるっていうね。リヴァイ今回拡張以上あるんだね。うん。これ剣持ったらなんかあるわけ？剣は。一部の動画はロビー展示用。あ、ロビー展示用なんだ。入隊モードがあるっていう。なるほど。でもなんか、あれですね。PV とかに映っとってあれば、基本的に他のスキンの機能なんですね。メガタの巨人の方で。メガタずっとなかったからね。これ実装されてのいいっすよね。あとはまあ、エルヴィン団長もあるんだ。スキン。そしてまあ、拡張もできるんだ。いいね。このタイミングで持ってきたのは素晴らしいと思いますよ。いいね。もう拡張ある。ロビーのエモートと、ゲーム内のエモートもある。え、それのエモートなんだ。え、それは、あれなわけ？ちゃんと信号弾の時の妹は。ただの妹か。ハンジさんもあるのいいね。ここら辺が来るのエグいっす。しかもちゃんと顔アニメになってるよ。エルヴィンもそうか。アニメだ。もうめっちゃいいじゃん。あとね、ダイアンこれ実装されたのでかいっすよね。ついに来ましたね。ここかわいい。これがかわいい。あとはまあ16とかね、あの前で撮ったやつもあるっていう風になってますね。最大拡張見れないんだよね、今。なんかこれ消えるからさ、うん、あと AK の方とかもねあるっていう、うん、いいっすよね普通に。今回 M4 がないのがね残念かなっていう風に思いますね。キルログの方に関しましては、まあ、こんな感じ。あ、でも結構キルログでかいな。最近なんか太ましいキルログ増えましたよね。あとはまあ16のやつの81バージョンみたいなやつ、これがあるっていう具合になってますね。まあ割といいのかなっていう風に思います。エフェクトがなんかサオと一緒なんて言われますけどね。あとトンプソンの方ね。トンプソンの金額かって感じですけど。あとパラシュートね。これパラシュートいいよね。オブジェもあるし、かわいいね。すごいかわいい。あとこれもオブジェやったんですね。もうなんかいろいろ機能あるんかな。幸福とかもいいですし、まあ割と今回はスキンいい感じなんかなっていう風に思いますね。オレンジアークにも新しいね、ミドルマントの方がこうやって入っているっていう具合になってます。このミドルマント結構いいよね。ワンチャンなんかゲットできればいいかなっていうスキンかなという風に思います。一応交換ショップの方もあるって感じですね。まあ交換できるのは一部のスキンだけですけれど、まあクーペ交換できるんだったらまあ上々じゃないって感じ。一応まあミドルマントの方も交換できます。100枚ですけどね。じゃあ今回は早速ね、ガチャの方回していこうかなという風に思います。まあ1万円分、6000金券分、回してですね、していこうかなと思います。でも60連ごとに確定金額だから、60連回せってこと？これ得点も含めるんかな？ 60 連ってわかんないですけど、とりあえず50連回して、含めてなかったら最後、60連目回そうかなと思います。それか金額出なかった。でもまあでも金額出なかったら60連目行くけど、金額出るんだったら60連目回さんでいいか。よく考えたら。じゃあ50連でいいや。出なかったら回そう。じゃあ行こう。さすがにでも出ると思うけどね。あ、これ同じなんだ、演出。これ金色になるからさ、途中で。わかるんだよ。あ、これ出てないっす。10連目、20連目ですね。もう討伐成功って確か出ますよね。20連目と。討伐成功って出るから、そこで、ああ、ほらほらもう背景が金色やもん。これ分かるんですよね。これ30連目ね、うん。そう、そこで分かるんだよね。もう出た瞬間分かっちゃうからね。金幕これなんだろうね。何が出るやろう。バイクはいいよ。うん、お、ダイヤン。お、一番いいやつ出てん。やったぜ。一番欲しいの出た。もうこれ出たら俺もう止めてもいいレベルで40連目回します。もうこれ背景で分かっちゃうからさ、いいなと思っちゃう。飛ばしたくなるもん。了解です。で、50連目ですね。金額1かな。まあ、悪くはないんじゃないですか。もう分かるもんな、背景で。背景で分かっちゃうからね。そこがなんか、なんとも、残念なあれではあるんですが、OK です。あとまあ、得点ももらっておきましょうかね。ダイヤン出たんだったら、いいよ、うん。あとはまあ別に、大丈夫ですって感じですね。ね。まあそこそこかなっていう。ここで撤退しときましょう。ここから金額全然出ないね。全然出ないじゃん。おー、すごい。得点から金額出なかった。そんだけ回して。まあ、金額確率 3.5% なんで、若干下振れかなって感じですけど。うん。まあ、こんなもんっしょ。あとでまあ、復刻とかもいろいろ来ると思うんで、ここで止めといて、様子見ようかなというふうに思います。はい。